H-3 はアメリカ海軍の潜水艦、H 級潜水艦の一隻。ガーフィッシュは1911年4月3日にワシントン州シアトルのモラン社で寄港した。1911年11月17日に H-3 と改名され、1913年7月3日にヘレン・マクユー湾によって命名浸水する。 1914年1月16日にピュージェットサウンドで艦長ウィリアム・アル・マンロー中尉の指揮下収益した。成長後 H-3 は太平洋艦隊に配属され、カリフォルニアからワシントン州にかけての沿岸で活動を開始、姉妹艦の H-1、H-2 と共に演習を行った。防護巡洋艦、ミルウォーキー潜水母艦シャイアンと共に、 カリフォルニア州ーレカ近くの沿岸で作戦活動中の H-3 は1916年12月16日の朝、霧の中座礁する。乗組委員は沿岸警備隊の救命部位によって救助されたが、H-3 を牽引しようとしたミルウォーキーも座礁し、民間のサルベージ業者が呼び出された。 H-3 は小高い砂浜に乗り上げ、流砂に囲まれたため作業は複雑なものとなった。干潮時には海面から75フィートの高さにあったが、満潮時には250フィートに達した。1ヶ月に及ぶ困難な作業の後、H-3 は巨大な丸太に乗せられ海に戻された。 復旧作業中の H-3 救助作業途中の1917年2月4日に H-3 は退役し、4月20日にフンボルト湾で再び浸水した。その後カリフォルニア州サンペドロに帰還、第7潜水船体の帰還となり、1922年まで演習及び作戦活動に従事した。H-3 は、 舞台と共に1922年7月25日にサンペドロを出港し、9月14日にハンプトンローズに到着した。H-3 は1922年10月23日にハンプトンローズで退役した。1930年12月18日に除籍され、1931年9月14日にスクラップとして廃棄された。ありがとうございます。